はい、なら今日は絶対授業では話せない授業、はい、普通の授業では話せない授業、美術部特別授業をちょっとやってみようと思うんです。皆さんね、自分絵がうまいって思ってます？ですよね。じゃあプロの作家ってみんな絵がうまいって思ってます？もしそうじゃないんだったら、じゃあなんでプロの作家としてやっていけるんです？ここなんですよ。で、今日はぜひとも皆さんに、自分はあなた方のことね、はひょっとしたらプロになれるかもしれないというふうな思いにちょっとでもなってもらえたらいいなというふうに思うんですよ。そこで皆さん今検索できると思うので、検索してほしいキーワードがあります。アンリ・ルソーと調べてみてください。で、画像検索してほしいんです。これ皆さん見て何か思うことありません？出ましたね。浮いてません？この人別に浮いてるわけじゃないんですよ。ちゃんと地面に立ってるはずで描いてるんですよ。ところがこれ浮いちゃってるんですよ。いくつかもう少し見ていきたいんだけど、あ、これ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 、これ足元見てほしいんですよ。足元どうなってます？切れてるでしょ。これなんで切れてると思います？そうですそうです、描けないからですよ。描けないからこうしてるんですよ。今度こちら見てほしいんですよ。花嫁さん見てほしいんですよ。足がないところじゃなくて浮いてません？この人どんなに頑張ってもちゃんと地面に足をつけた絵が描けないんですよ。アンリ・ルソーって実は絵が上手い人か下手かっていうと決して上手い人じゃないんですよ。なのに教科書に載っちゃうぐらいの人なんですよね。で、なんで教科書に載るかっていうと、こういう絵が割と得意なんですよ。で、多分皆さん見てこの人細かいところまでしっかり描いてるって言ったじゃないですか。おそらくこういうとこ見たんじゃないかと思うんですよね。で、このアンリ・ルソーっていう人は決して絵がうまいわけじゃなくって、描いても描いても歪んじゃうんですよ。人間は宙に浮くし、で、足がちゃんと描けないからもう隠しちゃえみたいな風にしちゃうし、なんだけど俺は大画家だと言い続けたんですよ。そうやって絵を描いてるうちに、このジャングルシリーズ面白いじゃないっていう人が出てきたんですよね。このアンリ・ルソーってそういう人なんですよ。皆さんちょっと親近感湧きません？同じく今度ポール・セザンヌ、これ皆さんまたチームズ閉じてポール・セザンヌ少し調べてほしいんですよ。じゃあですね、このセザンヌなんですけど、またこれも親近感湧くと思うんです。皆さん、この人近代絵画の父と言われてるんですよ。なんでって感じじゃないですか。で、言われた理由は諸説あるんだけど、この人は生物画が割と有名で、さっきちょっとね、リンゴとかお皿とか描いたやつが有名だよって話したじゃないですか。この生物画の作品いくつか見てもらえば分かるんですけど、歪んでるんですよ実はこの人。で、分かりやすいのと分かりにくいのがあるんだけど、全部見ていくと分かりますよ。で、どうやって歪んでるかって言うと、要はこういうことなんですよ。例えばあなたの位置から立って、この筒状のものが遠くにこう並んでやるとしましょうよ。で、これをあなたが立って見ていると、そうすると手前のものはここの面がたくさん見えるはずなんですよ。ですよね。でも向こうに行くに従ってだんだん見えなくなってくるはずなんですよね。なんとなくわかるじゃないですか。で、こういう描き方が要はその歪みのない自然な見え方のはずなんですよ。同じ視点から見てるんだったらこう見えるはずなんですよね。ところがセザンヌはこれができないんですよ。だから生物画を見ると全部どっか歪んでるんですよ。で、後でゆっくり見てもらえば分かりますよ。確かに歪んでます。この人も歪みなく描けなかったんですよ。でもこの人も自分は大画家だと、素晴らしい画家だと言い続けて、一生懸命描き続けていったんです。
そうすると周りの人たちは逆に新しくねっていう話をしてくるんですよ。一つ の視点から見るとこうなるのが自然なんだけど、セザンヌの絵はこういう視点とこういう視点といろんな視点から見ている視点を一つの画面に収めた新しい絵じゃないかっていう人が出てきたんですよ。意味わかります？歪んでるのが逆に新しいじゃないのっていう、今までそんな絵なかったじゃないのっていう人が出てきたんですよ。逆にいいっていう話になってきたんですね。そんなこともあって、まあ、そればっかじゃないんだけど、そんなこともあって実はこの人近代絵画の父って呼ばれてるんですよ。これもなんか親近感湧きません？あなた方にも教えたじゃないですか、校舎描くときにさ、一点透視図法とか教えたよね。あれ歪みない絵を描く、要はこういう考え方の一つなんですよ。それができないんだけど、でも俺は大画家だと信じてやり続けることで周りの評価が変わってきたっていう人なんです、この人。アンリ・ルソーにしてもセザンヌにしても、さっき上手いか下手かっていう言い方をしたんだけど、上手いと下手の基準って何か、これまた難しいじゃない。でもなんていうんです、歪みなく描くっていうのを上手いと言うんだったら、この人たちは決して上手くないんですよ。どうしても歪んじゃうんですよ。それが作家の特徴とか持ち味というふうに言われるようになったんですね。だから皆さん、大画家、教科書に載るような画家といえど、本当にむっちゃくちゃ絵が上手い人ばっかでもないってことなんですね。皆さん、この話から何考えます？いろいろ考えてみてほしいんですよ。今日は、まあ、絵も描いててほしいんですけど、よかったら友達といろいろ話もしてもらいたいと思うんですよね。なんでこいつらって、じゃあこいつらって言ったら失礼やけど、有名になっていったんだろうとか、じゃあ私たちにもこういうことできるんじゃないかとか、何か皆さんの自信のきっかけに、自信になるきっかけになるといいかなと思って、この2人の作家今日は紹介したんです。ということで、この後、やりたいことあるんだったらもうやってください。絵描きたかったら描いてもらっていいです。でもう少し見たかったら見てもらってもいいし、友達といろいろ議論したいんだったらしてもらってもいいかなというふうに思います。皆さんがここから何を思うのか、ちょっと楽しみだなと思うわけですね。はい、今日はこんだけのお話です。